すりに注意を促す標識すりとは、他人の懐などから金品などを気づかれないように、かすめ取る行為、また、それを行う者の,のこと。行為には、すり、行う者には、すりの字を当て、読みはどちらも、すり。別称として、金着区切り、また、京阪神地方では、地ボなどがある。買い物中の女性の背後からすり取る、すりン。ルイーズ・モイランが、 ヒエロニムス・ボッシュの絵。見せ物に夢中になっている男性の背後から一番左の男がすり取っている。人混みを利用した犯罪であり、縁日、繁華街、観光地、市場等々で行われる。指先の器用さが必要とされる。公共交通機関の乗り物で混雑の中ですりを専門に行うものを、箱し。 それ以外の繁華街の混雑の中でスリを専門に行うものを平橋と呼ぶ。また、新米のスリは物を取ったらすぐに駆け出すことから、駆け出しという言葉が生まれた。スリは、刑法上の窃盗罪にあたり刑事罰の対象となる。一般的にターゲットが特定されず、上級技術を有するスリ氏や集団スリは誰でも標的にする。ただし、 特に観光客や繁華街の買い物客などは何かに意識を引きつけられていることが多いので狙われやすい。広く一般市民が犠牲になるという点で販売サイドしか被害に遭わない万引きと異なる。電車内で刃物や催涙イイスプレーを使用するなどして逃走する武装スリ弾は強盗罪の適用が問題となる。なお、記述士が章として 舞台上などで観客に対して、すり行為を行う、ピックポケットショーというものがある。この場合は、観客はショーに参加することで、そのすり行為に、合意しているとみなされ、かつすり取られた物品は、ショーの最後に返却されるため犯罪には当たらない。山島時爪の日記、時爪狂気、文録3年8月24日の上に、石川五右衛門について、正午あっぱれ、 盗人すり十人また一人しゃがまにてにらるとあるから、盗人とすりとは、区別されていたという。慶長2年3月の記事に、1、辻切れすり盗賊の義につけ、諸方公認侍は5人侍下人は10人組に、連番を属、右役逆負可し馬受け低下猿ることとあることもそれを、称するという。当時のすりは無来能とは、道行く人にすり寄って、悪事をなし、 携帯品をかすめ取るので、すりと呼ばれ、下げを抜きと並び称され、状況、元六頃ろ、金着斬りの名前になって巧妙化した。元六、方永頃に、名人坊主古兵が現れたが、これは、同心目付役、香山やまゴンの長愛を受けた。この頃から、すりと同心の因縁が生じたという。当時の手口は、た探し、腰線外し、金着斬りが主で、 叩きの上門前払いに処罰されたが、巾着切りの王行の流行に鑑み、延長4年2月、お定め書きに、1、巾着切れ、1、腰線た元と線を抜け取り校舎、右いずれも固め入れ墨の刑事。入れ墨の物悪ごと不愛いめめしほそらわば、資材と達せられ、突き当たりの手口で荒稼ぎするものを、入れ墨、銃叩きすべきを見合わせて資材にする判例が生じた。 その手口は、ますます巧妙化し、荒稼ぎ、山越し、だるま外し、から、天保頃から、い、飛べ、どすへと変わり、白昼の追いはぎも現れ、すりは、波抜きをして、同類と共同で稼ぐものもあったので、ついに、天保の大検挙が行われ、万吉、虎、伊佐ムクロウ、演習屋のような有名なすりの入浪があった。 しかしその後もスリの調料ばっこはやまず、天保の大謙虚で入浪した親分たちが、出浪するに及んでますます盛んになり、慶応元年、浅草年の死には、いさむ苦労の流れをくむ終奴の手合いが手当たり次第に、すり取った紙入れは隅田原一杯分あって、石をつけて、大川に放り込んだという。当時スリは曲げを、元湯一本で結ぶのが起きてで、天保頃は、 江戸に黒元結蓮という組があって、元結いを黒にして、一目でそのところ属がわかるようにしていたという。また、必ず集団で行動し、仲間のすりがしくじった場合は見ず知らずの町人を、装った仲間が袋叩きにし、番屋に突き出すふりをして奪還した。組に所属しない流しのすりは十死すべてをへし折られる、清算な制裁を受けた。 明治以前は、スリは、長人前世の大阪に多く、技量の点でも髪型が、スリの本場であったが、明治維新となり、東京に人口が集中し、スリの恐れた武士の縦脇が禁じられ、富豪が増え、髪型から東京にところがえする者が多くなり、明治20年頃、周圧の古文の地蔵の栄えの、また古文の巾着屋の豊かが、東京市中のスリを統合して組織化し、 警犯のすりは非常に多く東京に集まった。当時、すりには箱紙、ボタハタキ、違いの3種があった。警察が彼らを情報屋として利用することもあったため、明治末期まで取り締まりは比較的緩かった。金着屋の豊の前世紀は明治27から28年頃で、その後を継いだのが明治の大親分湯島の基地であった。 湯島の基地は巾着屋の豊かに次ぐ親分で、清水の熊というすりの名人の流れを組んだ下手屋、銀次も日清戦争の頃に台頭した。当時すりの大立社として、東京にあったのは、湯島の基地と、下手屋銀次と、深川で大徳、びっこの地参王、おいらんの帝こと、荒井貞吉、中折の文太こと、原田文太などに要請された。 別っ勝うこと、渡辺勝次郎の、三、大親分が定立する状況であった。スリに苦慮した、警視庁は、明治二十七年番長召婚者裏の青木善吉の、門構えの邸宅に、土砂を入れたのがスリに土砂を入れた最初で、小親分らに手入れしたことで、公親分らが衰退し、三、大親分の定立となった。これに、その後情報から上京して、 一段を成した新宿組のスリの手合いはその勢力が非常に強く、その関係が錯綜し、どれほど調量しようと手の下しようがなく、現行犯で逮捕しても下手や銀次が口を出すと、たちまち釈放されるばかりか。一部からは、スリは犯罪捜査の補助的機関であるとさえ考えられた。このような弊害を抜本的に改善しようと考えた。 当時の赤坂警察署長本堂平志郎警視は、偶然、すり被害事件で召喚した下手や銀次が召喚に応じないことに憤慨し、その検挙を命じた6月18日。これを機に、警視庁でも、部東刑事課長、島谷すり主任その他も、湯島の基地、別校省その他に内定を進め、11月5日、彼らと彼らの通り屋を一斉検挙し、 かくて東京で親分科部として、古文を集めていたものを相当し、従来の刑事とスリとの関係を断絶し、取締りを厳荒しめ、そのためにその後は、スリ仲間に統一、連絡はなくなり、被害件数は激減した。日本におけるスリの認知件数推法務省、犯罪白書と警察庁、犯罪統計より、1979年から1987年の、 間は約1万5000から1万6000件で推移していたが、バブル景気の影響により1988年から急増し、バブル崩壊最中の1993年には3万217件と、統計のある1973年以降最多の件数となった。バブル崩壊後は減少したものの、2003年まで2万件を超える状況が続いていた。 2004年以降は減少し、2020年は1424件と1973年以降、最小の件数となった。また、前年と比べて約、約54.7%減少しており、新型コロナウイルス感染症流行の影響による、経済悪化と外出を控える人が多くいたためと、考えられる。また、警察等に、 認知されていない犯罪の件数を含めて、実際の犯罪実態を調べる目的で2000年、以降数年に1回行われる。法務省の2019年、犯罪被害実態調査により、スリを含めた個人に対する窃盗被害を警察に届け出た割合は約、約42.0%であるため、この数値をそのまま2019年の認知件数へ当てはめた場合、案数を含めた、 推定被害件数は約7500件となり約4400件が届出されてない状態となる。警察庁、警報班に関する統計資料より2019年の被害者と加害者の年齢層は被害者の場合は男女とも20代が多く全認知件数の約37%を占め特に20代女性が被害に遭いやすい。加害者は20代が 多く、ついで三十代であり、これらの年代層で約四十三点八パーセントを占める。二千十二年までは、加害者は二十代よりも未成年の方が、人口比で多かった。AB3 ス耐えず、大名生活の大親分、東京市中2千五百徘徊新聞修正、明治変年史。第十三巻、下手屋、銀次、明治、大正、昭和歴史資料全集。 犯罪変化巻きや立年者、1932から1934、法務省店令和2年版犯罪白書第一編犯罪の、同行第一小刑法犯、第二節主な刑法犯1窃盗 1, 窃盗1から1から、2から3図、窃盗認知件数の推移。 h t t p h a k u s y o 1 m o i g o j p j p 6 7 n f m n 6 7 2, 2 1 1 2 1 h t m l h 1から1から2から32021年4月29日、閲覧。警察庁捜査支援分析管理官令和2年1月、令和2年12月犯罪統計、確定値。 第2表、窃盗手口別認知。検挙件数。検挙人員対前年比較。ピアニッシモ、10。https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files。ページイコール 1&、レイアウトイコールデータリスト&、e、統計イコール 0013001&、00 トスタットイコール 00001149167& サイクルイコール 0& イヤーイコール 2200& マンスイコール02021年4月29日閲覧ホーム商店例は元年版犯罪白書第6編平成における犯罪被害者第1章犯罪被害第2節犯罪被害についての実態調査に31年調査の結果 h t t p h a k u s y o 1 m o i g o j p j p 6 6 n f m n 6 6 2 6 1 2 after 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 2 h t m l 2 0 2 0年4月26日、閲覧 <stores> the。警察庁令和元年の刑法犯に関する、統計資料、<CM 2> 第二代種手口別の認知、検挙状況に重要窃盗犯すり、 ピアニッシモ、41から42、https、www.napa.gojp、統計、西安機、rh、rh、警報半統計資料、pdf、ページイコール472021年4月29日、閲覧。木の実郎重腐白水車、1935年11月。ありがとうございます。